さあ、それではですね、まとめ始めていきたいと思いますので、ロビーにいられるお客様もぜひぜひ中の方に戻ってきてください。よろしく。あれ、ニート君おらんわ。あれ、ニート君トイレ行ったんかな。まあええか、ほっとこうか、ほっときましょう。はい、というわけでニート君、まあほっとったらいつの間にかね、多分戻ってくると思いますので、このまま進行していきます。さあ、それでは続いてのコーナー参りましょう。続いてのコーナーはこちら。でん。オーライ。というわけで、もう十分自分の口で言いたいと思います。ジャスピガー2010。さあ、というわけで今から始まりますのはジャスピガー2010でございます。こちらはなんと総勢約70名の卒業生ダンサーによる長編パフォーマンスでございます。テーマはストリートダンスヒストリー。さまざまな時代をタイムトラベルし、各ジャンルのルーツや発展した要因をショーケースと一緒に紹介してまいります。さあ、どんな内容になるんでしょうか。俺もすごい楽しみ、皆さんも楽しみにしておいてください。それではまいりましょう。どうぞ。くれた皆の衆、私がダンスとグルーヴの研究をしておる
グルーブラボラトリーからやってまいりました。グルーブラボラトリー所長、ニット博士である。いやいやいや、遠くからはるばる来てくれた人や、お母さん、お父さん、そしてお友達の方々、そして、私の両親も来ておるの。ありがたや、ありがたや。というわけでの、今から早速、始めていきたいんだが、女子の、一騎を紹介したいと思う。一騎、一騎。はーい、ニット博士。あー、来た来た来た。一騎がやってきた。いやー、はい、さっきのダンスどうじゃった？あー、すごかったですね。あれが今の最新のストリートダンスなんだ。博士、あれが最新のストリートダンスとしたら、昔のストリートダンスはどんなんだったんですかね。昔のストリートダンスかな。はい。いいところに気がついたの。それではの、そういうと思って、いいものを発明しておるんじゃ。ちなみにこのボードに書いてあるのはセリフとかではなくデータだからな。分かっておるの？データを見ておる。そういうと思っての、いいものを発明しておる。あそこの研究所の隅に置いてあるあれを持ってこい。はい。もうあのメカを作るのに本当に骨が折れたわ。来たな。これじゃ。博士、これは？これはの、タイムトラベル自転車、デロリアンじゃ。デロリアン。そうなんだ。昔はの、自動車をモデルにして作ったんだがの、今はエコの時代、ママチャリ仕様じゃ。おお、地球に優しい。そうなんじゃ。それではこのマシンで、まず大昔のアフリカへタイムトラベルじゃ。はい、博士。ボードを置いてこい。アフリカじゃ。これな、アフリカというのは人類のルーツとも言われておるわけじゃが、ストリートダンスのルーツもアフリカなんじゃ。アフリカでリズムが生まれ発展したわけなんじゃが、それとともに、ダンスも発展していったんじゃな。冠婚葬祭、喜怒哀楽、普段の生活の中で自然にダンスを踊っておったんじゃ。なるほど。何か今から始まりそうですよ。おお、本当じゃの。はい。それではアフリカンダンス見てみるとしよう。はい。ケレモラジェメラアエスムロンボゴケレモラジェメラルナマヤンゴ。Que mora de mira, a esse muro um pouco que ele mora de mira, na barra de amor.
母なる大地感、はい、やばかったです。すごい伝わってきましたな。はい、それでは今からまた、はい、ずぐーっと遡ってじゃな、はい、20世紀のアメリカへ行くぞ。20世紀のアメリカ、うん、ではデロリアンのもとへ急ぐぞ。はい